はいはいはい、はい、ということでまたいただきものでございます。はい、いただきました。あらら、あらららら、あらららら、これはこれはお、なんかかわいい。シャア専用、シャア専用、ワンちゃん専用だって、すごい。ワンちゃん、かわいいね。出したら飛ぶ。なぜかな。どっちから開けるかな、まあ、ちょっと手作り感のある爪研ぎですね。うん、朝縄をぐるぐるってしてる感じかな。そうだね。こうなのかな。あー、そうね。ブラック&レッドって感じ。ポンちゃん、ポンちゃんだ。あら。ポンちゃん。あ、こうか。ということでした。ほり。ポンちゃんどうぞ。ポンちゃんのバットマンぶりをね。はい、来た。はい、釣れた釣れた。何ですか？スリスリしてからね。爪研ぎの。ペンスリスリを。スリスリしてから。はい、スリスリして。スリスリして。まだかい。パチャパチャ、ほら。パチャパチャ。スリスリが気持ちいいな。パチャ、気持ちいいな。ポンポンちゃん。なんか激しいね。ぽんちゃん、すりすり激しいね。気持ちいいね。ん？おにゃはー、うん、どうぞ。すりすりがたまらないね、ぽんちゃん。はーい。はーい、できたんだ。なに甘えた声出した。すごい見つめながら泣くと可愛いんですけど。はい、じゃあスリスリ終わったら使ってみてね。使ってみてね。お？使うんかい。どう？どう？あ、スリスリね。今日はスリスリな気分だな。じゃあ後ほど。はい、そっか。そしてこれ。非接触赤外線温度計。はい、いわゆる体温計だと思うんですが、このよくお店とかで使うあんなやつかな。そして猫も測れるっていう風に言ってました。測ってみようか。あ、でも電池があれかな。42度から 42.9 度まで測れるって書いてあるよ。で、あ、おそらくまだ電池が入っていないので電池を入れて、うん、それからだね。 お知らせ音、32度から 37.4 度だと B、 7.5 から7.9 度と BBB、 381から 42.9 度と BBB、うん、32より低いとふわ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 、それも B とか BBB なんだけど、なんか表示がなんかされる、はい、表示がなんかね、うん、LO ド C とかハイド C とかになるみたい、うん、あ、いや LO はローってことか、うんうん、はい、これも後ほど試します。電池を入れてからね。どうもありがとうございます。体温アルカリ電池2本だから、あと、はい、うちあるから後で入れましょう。はい、ということで、ジャン君はぼーっとしています。なんかぼーっとしてるのね。そして、さらに、はい、またいただいてしまいました。いっぱいいただきました。こんなたくさん、さあ出すぞ。さあさあ出す。なんか面白いのが。なんかこれってもしかしてキャリーケース的な？ははー、そうだね。
ごめんね。お買い物カゴではないよね。キャリーなのかな。わかんない。お買い物カゴかもしれないね。かな。あのなんだっけ。袋いりませんっていうやつでこれに入れて帰ってくれば。あ、そうだね。そうだ。なんかで、あのね、あったかくならない。冷たいままの。ありがとうございます。これ多分あの中なくなってペシャってやると、あ、そうか、あ、そういうことか。自転車のカゴにちょうど入るんじゃないの。そうだね、うん、自転車のカゴよりちょっと小ぶりな感じだから入りそうだね。まあおしゃれだこと。ということでガンガン行かないとたくさんあるよ。はい、はい、でもジョンコのコちゃんも入れそうだよ。どうぞ、入ってもいいよ。はい、じゃあこれから、はい、これ、はい、これは何かな。お、ちょっと一旦全部出していい？よいしょ。なんかいっぱいいっぱい入っています。いっぱい入っています。これは何でしょう。パウダーイン、これは何かな。ボールペン、なんか宇宙になってる。あの昔よくあったやつだね。あ、NASA って書いてある。 NASA のボールペンじゃないの。え、これってボールペンなの。ん、違うの。キーホルダーって書いてあるよ。そういうことか。うんうん。あ、ウォンちゃん行かないで。スペースシャトル、そういえばスペースシャトルがもう引退するからね。引退したのか。そうなの？うん。そして民間のやつが昨日まさに帰ってきたところだね。うん、この間飛んだやつ、うん、帰ってきたんだ。水に浸かるときに意外に衝撃強そうって思ったけど。はい、そして、はい、パウダーインボディシー シート。夏だからね、あのさっぱりするってことね。そうそう、そしてパウダーインだから、はいはい、あの使った後もサラサラ。天花粉ってやつね。天花粉かどうかわかんない。やっと日本製のミッフィーちゃんだし。これは何かな。はい、髪止め、ブレスレット、リリー&ローラブレスレット。手首につけるのね。うんうん、わかりました。ネパールって書いてあるよ。はい、なるほど。これはスカーフかハンカチかな。ハチっぽいね。そうだね。ちょっと暗いかな。うん。そう。ほら、ジャン君ポンターあぶっちゃった。あ、ちょっと行ってしまいました。ここに並べたら戻ってくる。そっか。よし。ちょっと朝っぽいのかな。ん？いや。朝じゃないと思うな。ん？通気性マスクだ。あ。ほんまや。ああ、なるほど。アラブの、アラビアンナイト系のやつだね。はい。こうかな。あれ？こう？どこ？ちょっと研究してみましょう。はい。はい。こっち行っちゃった。はい、面白い。面白いね。うん。そして、はい、コーラ。ああ、白熊ね。はいはいはい、はい。白熊の コーラの。うんうん。かわいいよね。これは何かな。北欧暮らしの道具店。オリジナルエコバッグ。エコバッグだ。これがエコバッグだって、はい。北欧柄なんだね。うん。これはなんかお花柄だね。北欧柄のエコバッグでーす。こんな北欧の柄です。はい、ちゃんと並べてね、綺麗に並べてね。はい、よいしょ。で、これも入ってた。これは何かな。よいしょ、よいしょ。おおお、面白いものが入ってたぞ。何でしょうか。なんかあれか、ハンガーとかをかけるフックだね。フックだね。なんかあのテントみたいな、うん、
インディアンの人のテントみたいなね。そうだね。うんうん。はい。はい、この辺に置こうか。うん。はいね。ジャン君おいで。ジャン君。お、ジャン君たちのだよ。ジャン君。はい。毎日食べたい幸せおやつ、歯の健康と口臭ケア。はい、チャオチュール。ジャン君、チャオチュールよ。あ、これこれこれ。国産鶏スライス、カツオ&カニ味。ジャン君、ジャン君いで。もう国産。おお。カツオ&カニ味って書いてあるよ。ジャン君好きそう。ジャン君おいで。おいしいの来たよ。おやつ。はい。で、クリスピーキースもあるよ。ほら、これはなんか3つも入ってたよ。高級そうなのに。ちゃん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 。はい。とうとう。はい。よいしょ。これは、あれだよ。ポケトリン、ハンドジェル。ハンドジェル。お持ち。運び。あれ運び。なんだっけ。持ち運びできるやつ。あ、お霊感のマスク。はいはいはい、マスクだよねきっとね。大人用2枚入り、ね、あ、そっちがマスク、アイスマスク。そっちが本物。あ、はい、これも霊感マスク。お、なんか違うのかな。使わせてもらいます。先にこっちを使った方がいいね。そしたらね、そうだね、もう暑いもんね。ひんやりマスク、まだね、ひんやりマスクはね、変えてない、変えたことない。そうか、うん、この辺ではね、この間やっとなんか買ったけど、はい、ちょっと変わったやつ。アルコールジェル。ああ、はいはい、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。これを持ち歩こうと言っても、こっちを持ち歩いて、普通の人よりも家をあんまり開けませんので、うん、この大きいやつはさ、お家で使った方が、うん、玄関で使った方がいいと思います。はい、はい、いっぱい集まってきた。お豆。はい、黒豆。黒豆のおやつ。はい、お、なんだこれ。フライドポテト味噌味。お、スミレ札幌。面白い。面白い。フライドポテト。へぇ。そして、これは何？大学芋。あ、干し芋だ。はい、干し芋。干し芋好き。よいしょ。そして、焼きそば。焼きそば。ペヤング。ペヤングとあれか、あ、ホームパイ。この間、テレビでやってた。所さんが食べて、意外と美味しいって言って、ボリボリ食べてたやつだ。こっちもなんか、はい、なんだろう。耳。ホームパイの耳だけってこと、ね。あ、ここだけなんだ。それが細いのが入ってるんだ。へえ、面白い。そんなものがあるんだね。これで最後かな。どんなものがあります。袋開けます。はい。おお、カントリーマーム。カントリーマーム、うん、チョコミント、チョコミント味とほうじ茶ラテ味。いろんなものがあるんだね。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。こんなにいっぱいでした。いっぱいおやつもいっぱい。お迎えに来ました。はい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 、お土産と一緒、プレゼント。はい、もうポンちゃんは期待通りだね。なんか上行きたいの。危ない。はい、ポンちゃん、ポンちゃんどう？いっぱいでしょ？ポンちゃんこっち見てくれるかな？ポンちゃん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 、ほらほらカメラ見てごらん。ポンちゃんポンちゃんポンちゃん。まあ得てしてこんなものね。乗りたいのね。乗りたい乗りたい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。